都会も世界もあたしだし、hey! はい、みんな元気？ひなびた放送局の時間がやってきたぜ。今回はイブとサキコ、この2人でお送りするよ。みなさんこんにちは。今日はイブちゃんと一緒に作ったとってもとってもかっこいい新曲を皆さんに聴いてもらおうと思っておりますので、最後まで聴いてくれたら嬉しいです。ふっふ、あんたたち覚悟しときなさいよ。今回の曲マジで超かっこいいんだから、楽しみにするといいし。と、その前にまずいつものように近況報告からいこうか。はい、そうですね。今回イブちゃんと作った新曲は、私たちの地域に伝わる歴史、舞御前様と橘姫様の伝説のお話を元にしているんですが、それを作るきっかけとなったのがメウちゃんのお家にある倉庫さんなんです。そうそう、メウん家にあるあの倉庫を探検することから始まったんだよね。なんでも地下5階まで続いてるっていう、あの暗くて怪しい場所。そうなんです。夏に肝試しの候補にも上がったとってもとってもダンジョンさんの場所です。それで倉庫さんもみんなで探検してみようよっていうことになって、そうしたら私たち地下でいろいろなものを発見したのです。刀とか鎧とか古文書とか肖像画とかごっそりあったよね。はい、スミソニアン博物館かってくらいに。でリンが中心になってさ、そこで見つけたものを調べてくうちに、私らの住んでる場所には昔舞御前っていうお姫様と橘姫っていう超強い女武将がいたって分かったんだよね。はい、戦国時代の2人の女性の戦いと音楽にまつわるとっても素敵なお話が隠されてたんです。時は戦国、ここ倉野川の地はその美しき舞と歌声により、舞御前と民衆に慕われた姫によって治められた。ある戦乱の最中、姫の住む城にも敵の大軍が押し寄せてきた。所詮小国の主、多勢に無勢、落城し誰もが士気を失っていた時に、舞御前の側近の橘姫がその手に携えた刀、戦士村正で来る敵をバッサバッサと投げ払い、満身創痍の舞御前を守りながら二人で逃亡した。そして逃げ着いた日向旅の地で民衆として暮らす道を選んだ二人は、いつまでも仲睦まじく音楽を奏で聞かせ、人々の心に感動を与え続けた。で、ざっとこんな感じのお話だね。うわぁ、エブちゃんお上手です。私たちが調べて分かったこのお話は、市の観光課の方も全く知らなかったみたいで、地域の郷土史や歴史書のどこにも載っていなかった新しい発見だったんです。この倉野川は山を切り崩したり桜野を開発したりとかで、昔の痕跡っていうか資料とかもほとんどなくなっちゃってたからね、うん、まさかこんな大事な資料がさ、メウンチの右月堂に集められて大切に保管されてたとは。昔からずっと誰も気づいてなかったのよ。メウちゃんのお家の地下倉庫の入り口もとっても厳重な扉で塞がっていましたしね。そうそう、それでこの舞御前様と橘姫様のお話がとってもとっても素敵なので、市の観光課の方もちゃんと調べて、ぜひ地域の名所にしようっておっしゃって、あ、古い資料を持っている近所の白兎神社の神主さんもたくさん協力してくれましたよね。神社からもいろいろ分かったよね。はい、んでもあのエッチな神主はあれだけどね、絶対イブのお尻触ったし。とにかく私らの住んでいる場所の周辺がそのままロマンあふれる史跡っていうか観光名所になるって決まったわけ。それで観光名所となる記念に、舞御前様と橘姫様を偲んだお祭りをうちの商店街を中心にしようっていうことになって、今回は市が全面的に協力してくれるから倉野川全体の大きなお祭りになるのよ。パレードとかも大々的にするし。そうなんです、私たちも戦国時代の衣装を着てそのパレードに参加することになったのです。そこでなんと
イブちゃんを主役の迷子前様をするんですよ。イブちゃんさすがです。お姫様だよ、お姫様。主役だよ、主役。ま、お姫様とかこのイブにしかできないことだし、橘姫の方は咲子がやるんだよ。はい。だから私らがパレードの中心。やばいよね。で、そのパレードの後にそのまま私ら日向旅ビタースイーツでライブをすることになってて、だから今回の新曲を用意したってわけ。はい。私が歌詞を書いてイブちゃんが曲を作りました。わあ、イブお姫様はいつだってお美しいのです。咲子の橘姫の衣装も超かっこよかったよ。あんたああいうのも超似合うよね。清楚で可愛い顔で刀とか構えてると凛とした感じが大和なでしこっていうかさ。イブちゃんにそう言われるととっても恥ずかしいです。大変です。とってもとっても熱くなってきました。さきこ突然ゆでゆでだこになりすぎだし。でもさ、咲子はもともと祖先が橘姫と関係がある土地の出身だから橘姫に選ばれるのは当然だけど、私の家って迷子前とは多分全然関係ないんだよね。実は本当に私が迷子前をやっていいのかなとか思ったりもしてる。何を弱気なことを言ってるんですか。イブちゃんらしくないですよ。まあお姫様の格好とかやるんだったらこのナンバーワンの美貌の私がやるしかないってのは分かってるんだけど、ほら今回のはちゃんと歴史があることじゃん。結構な積み重なってる歴史っていうのが、たとえイブちゃんのお家が迷子前様と無縁であっても、ほらあの倉庫で見た迷子前様の肖像画はイブちゃんにそっくりだったじゃないですか。ああ、あの絵か。あんたはイブに似てるって言うけどそんなに似てるかな。はい、イブあんな風に黒髪でおしとやかな感じじゃないし。ほら私が勝手にやってさ、その迷子前のデーとかに怒られたりしないかな。もしかしてイブちゃんお化けさんが怖いのですか。違うし。でも目打ちの倉庫にいた気がやっぱりするんだよ。迷子前の霊が呪われちゃったりしたらどうすんの。わ、ヘタレさんのイブちゃんとってもとっても可愛いのです。イブはヘタレとか違うし、あくまでもふるさとの歴史を大切にしてるだけだし、ここに昔住んでた人たちの気持ちをおろそかにしたくないってだけだし。大丈夫です。イブちゃんは私にとって迷子前様のような存在ですし、橘のものである私がそう言っているからそうなのです。そういうものなのかな。まああんたがそう言うならいいけど。イブちゃん、どうした咲子。実は今日ね、イブちゃんにお話ししたいことがあって。突然耳元で言わないでよ。近いし、さっき子。私、小学校の頃からね、イブちゃんにずっと憧れてたんです。可愛くって、優しくって、思いやりがあって、頭よくって、かっこよくって、私もこんな子になれたらなってずっとずっと思ってたんです。突然何を言ってるのよ、さきこ。急に真面目な顔とかでそんなこと言われると恥ずかしいじゃん。小学校の時の私か。確かに見た目もやることも完璧な優等生を目指してはいたかも。私小学校の時ね、お家でいろいろあって結構学校休みしてたんです。それである日とっても辛いことがあって、それを誰にも言えなくて天神川のほとりで一人しくしく泣いてたんです。そうしたら女の子が突然声をかけてきて。そっか、
学校お休みしてたんだ。住んでるところも近いし、小学校も同じだったはずなのに、みんなほとんど咲子のこと知らなかったもんね。私もそうだったし。やっぱりあんた、いろいろ家が大変だったんだね。はい。その頃はお店やお部屋からほとんど出ていなかったです。それでね、その声をかけてきた女の子が私の隣に座ってきて、ここに咲いているお花さんたちとっても綺麗だねって話しかけてきたんです。私が黙っていると、その子はお花を摘み出して冠を作って私の頭に乗せたんです。あ、どうてお花の冠。その子は私の顔をじーっと見て、わーかわいい、とっても似合うよ、ねえねえ笑ってみてって言ったんです。その子すごく笑顔だったから、私もつられて少し笑ってみたんです。ほんの少しですけど。もしかしてあの時の子って、でもメガネかけてたし、髪の毛も長かったし。ほら見て、ここの花さんたちもとってもとっても喜んでるよ。そのお花の冠にとってもとっても似合ってるから、ってその子は言いました。私が戸惑っていると、その子今度は空を見上げて、どう？この空も綺麗だと思わない？こうやってね、世界にはいっぱい綺麗なものが隠れてるんだよ、って言ったんです。それで私も空を一緒に見てみたら、確かにさっきよりも綺麗に見えたんです。とっても不思議な気持ちになりました。それでその子が、でもそれを見つけるには笑顔が必要なの。私も大事な友達にそう教わった。見つけないのはもったいないことなんだよって。あの子、咲子だったの？私その子のことずっと気になってた。あれからどうなったんだろうって。まさかこんなに近くにいたとか思わなかったし、なんで今まで言ってくれなかったのよ咲子。ふふ、内緒にしておきたかったんです。私ね、イブちゃんにそう言われてから頑張って学校に行くようになったんです。他の人と話したり友達を作る勇気までは出なかったですけれど、イブちゃんから言われた通り、なるべく笑顔でいました。いつも笑顔でいるイブちゃんを遠くから見て真似をしながら、サキ子、あんた、なんか嬉しいし、あの子こんな立派な優しい子になったんだね。あの時イブちゃんに出会ってなかったら、私はずっと綺麗なものなんて探せなかったかもしれません。だってそんなもの絶対ないんだって思ってたから。バンドに誘われた時もね、ずっと断ろうって思ってたんです。でもその時もイブちゃんに言われたことを思い出したし、イブちゃんと同じ世界を見たかったから、だから私イブちゃんにはずっとずっと感謝してるの。それはずっと変わらない気持ちです。咲子、あんた、ずっと内緒にしてたのは、イブちゃんとっても優しいから、話してしまうとそのことが重荷になったり何か変わっちゃうかなって思ってたんです。でもあの頃の私はあの頃の私、今の私とは全然違います。それに今の私はイブちゃんだけじゃなくって、このバンドのみんながいるからこそ慣れた自分です。だからイブちゃんは今までと変わらずいてくださいね。わかったよ咲子。話してくれてありがとう。嬉しいよ。これからもよろしくね。はい。言っとくけど、ずっとずっとだぜ。はい。じゃあイブちゃん、迷子前様と立花姫様の思いも乗せて新曲皆さんに聴いてもらいましょう。よっしゃ、私たちのふるさとに伝わる物語、昔から続く音楽を愛する気持ち、そして私らの強い絆、全部の思いを乗せて演奏するし。
皆の者、わらわの歌を聴くのじゃ。立花、押して参るです。鮮やかに響く弦は好奇の限り超えてゆき、この胸に夢のつぼみ一つ二つ咲かす。追いかける影を踏めば涙が頬に行きたがる。麗しきその姿見て窓に明かり灯して、叫び乱れ咲き誇れ。今の指弾かせてどこへでもどこまでも時を超え放たれ。超かっこいいでしょこの新曲。うんうん、おだよねだよね、当然だよね。リブもみんながそう言ってくれるって思ってたし。しかし咲子のギターかっこいいよね。またパワーアップしたんじゃない。姫様。そうそう、姫様、舞御前よ。イブ歌ってて迷子前の気持ちになったな。あの二人も何百年も昔にさ、きっとこういう感じで息ぴったりに歌や舞を披露してたんだって思うと、なんか超ロマンを感じるね。さきこ、さっきから黙ってるけどどうした。姫様、立花は時を超えていつまでも姫様をお慕い申しております。こうしてまた一緒に奏でられて、この上ない喜びを感じております。ちょっと姫様、さっき子、どうしたってのよ。お慕い申しております。で、顔冷たいし。姫様、ね、姫様はさき子じゃないし。姫様、これ幽霊だし、絶対幽霊なんだし。お慕い申しております。あれ、私演奏してただけが遠くなってどうしたんでしょう。で、イブちゃん大丈夫ですか。しっかりしてください。イブちゃん、しっかり目を覚ましてください。大変です、どうしよう。イブちゃん起きてください。イブちゃんどうしたんですか。しっかりしてください。イブちゃん目を覚ましてください。イブちゃん。コナミ